畑とか、花壇でね病気や虫出てくると、まあ嫌だよね、大体ね、みんなね。それで慌てて薬をまいたり、まあ取ったりするんだけども、まあ、それはそれで置いといて、それがいい悪いは置いといて、もうその対処する前にね、どうして病気や虫が出たんだろうっていうことを考えてほしいなって思います。っていうのも、杉菜の動画で杉菜の役割っていうもの、厄介な草だけれども、あれも役割があるんだよって話をしたんだけども、病害虫にも役割があるはずなのね。っていうか自然現象、みんなね意味があるのね。ちゃんと科学で証明されてるもの、説明されてるものとしての意味ね。ただ抽象的な宗教的な意味じゃなくて、ちゃんと科学的に、解明された意味があるのね。で病気とか、虫、害虫、こういうものもちゃんと意味があるの。でそれ何かっていうとさ、まず一般的に我々の栽培、自然農法で言うと、肥料を入れすぎた野菜、まあ植物はね、虫とか病気がたくさん湧くと言われてます。で、実際そうなのね。俺が研修中、白菜育てたんだけども、いや、同じ近くの畑で3人白菜育てた。で、1人は培養土って米ぬかとか、菜種油かすとかを混ぜて作った、なんつうんだ、肥料のね、飛行の強い、肥料の効果、飛行、それが強い、培養土を使ったの。もう一人は牛糞堆肥、これをバンと入れたの。でそしたら最初牛糞堆肥に虫がね、何の虫か分かんないんだけども、いっぱい芋虫がついて食べ尽くしたのね。で その間をあまり置かず、培養土の方が白菜でやられて、で俺のとこには虫つかなかったの。でも他の二人を食べ尽くしたら俺の方にも来たんだけども、俺は一番被害が少なかったのね。肥料入れてなかったからっていうことがあったから、もう肥料を入れることによって、なんだ、病害虫、これが寄ってくるっていうのはもう経験的にも、で科学的に言うと、肥料を入れると細胞が大きくなるんで、細胞が大きくなると、細胞壁、膜、植物は壁だったかな、細胞壁、これが薄くなって柔らかい植物になるのね。柔らかい植物になるっていうのは虫からも食べやすいのよ。柔らかいのは食べやすくて、我々もそうだよね。柔らかいものは食べやすい、同じ、虫も同じ。そして、肥料をいっぱい入れると細胞が大きくなるとき、水をいっぱい含むんだけども、そのおかげで味とか香りが薄くなるのね。で本来この野菜が持ってる味とか香りっていうものは、野菜自身が、植物自身が自分の身を守るためにあるのね。虫が嫌がる香りを出して近づけないで、味を苦味とかえぐみとかもあるし、甘みとかいろいろあるけれども、そういう味で少し食べられても、あ、これ俺好みじゃないって虫が逃げていくっていう風な自己防衛のものなんだけども、肥料がそういう自己防衛、硬さとか味香りっていうのを薄めてしまって、弱くしてしまってるから虫が寄ってくるというものがあるのね。あとは肥料の香りに寄ってくるって話もあるけれども、まあとりあえずね、それを考えると、虫、病気、また、害虫と病害虫だね。病害虫の役割っていうものは何かっていうと、そういう肥料が多すぎることを是正しようっていう役割があるんだと思うんだ、俺はね。だから増えすぎた窒素を減らそうっていう、その一つの役割として病害虫があって、でそれを困ってる人間いるけれども、人間がやらかしたことのツケを払ってくれてるのね、病害虫が。だからなんて言うんだろうね、結局病害虫が寄ってくるっていうことは、さ、人間が悪いのね、はっきり言ってしまうと。もしあなたの畑に病害虫がたくさん寄ってきてるんであれば、あなたの栽培に何か問題があったということ。耕すところか、施肥が悪かったか、もしくは密に植えてしまったか、30センチ離さなきゃダメなところを欲張って20センチにしてたくさん植えてしまって、それで虫が集まってきたかもしれない。そういう場合もあるし、風通し悪くて日当たりが悪くてとか、そういう栽培者の責任であることがほとんどです。だから俺も虫がいっぱい出て食べられちゃったって、わあどうしようって思う時、経験あるので、正直失敗したの。その時
まず手をかけて虫取る前にまず全体を見て、どこが悪かったかって振り返ってみて、あの時肥料じゃないけども有機物を土に混ぜ込む、すき込むことが早かったんじゃないかって、しっかりカラカラになってから土に入れればよかったな、ちょっと生っぽかったなとか、例えば肥料を使ってない時もあるから肥料を入れた時の量が多かったなとか、あとは風通し、まあ、どうしようもないものもあるよ、雨が降りすぎた、あとは風通し、風がなかった、温度が低かった高かったとか、そういうしょうがない要因は仕方ないけれども、これはもうどうしようもないから、うん、まあ、雨降んなかったら水をあげるっていうのはできるけれども、基本天気には逆らえないんで、それは仕方ない、仕方ないけれども自分に責任がある場合ってこともかなりあるんで、そういうことを考えて、肥料が多すぎなかったか、風通しはどうだったか、日当たりはどうだったか、もしくは雨が降る前にトマトのね脇芽を刈ったりして、湿度が多い時にやると病気になりやすいから、そういう人間由来の原因がなかったかってことを考えるの。それを考えた上でそれで正していかないとまた同じことを繰り返すから、その度に薬に頼るのかっていうと、まあ、それはそれでいい人はいいけれども、我々とすればそれはなしなんで、そこをちゃんと正していって、我々はちゃんとやることをやって、やらないことはやらない で畑の環境も整えた上でちゃんと待ち構えて、どしっと構えて栽培をすると、そういうことが無肥料無農薬では大事なんで、とりあえず余計なことはしない、そこの環境を乱さない、あくまで主役は野菜とか土とか、そこに住む生き物であって、我々は脇役に徹すると、我々が主役じゃないんだというスタンスでね望めば、きっと病害虫も少なくなるし、病害虫は我々に何かを訴えかけてくれてる、畑の環境のねその乱れ歪みを教えてくれてる大事な存在だと俺は思ってるんでね、もうそういう視点をちょこっとでも持ってもらえれば畑がまた楽しくなると思うんで、ちょっと考えてみてほしいです。薬をまく前に、虫を取る前にちょこっと一回考えて、それからまた作業を始めてみてほしいなと思います。